この動画では個別指導を受講していただいた方全員にプレゼントする無料の特典を解説していきます。特典とは言うもののすべて宅券合格に必要な教材となります。宅券合格するためにも補助教材としてぜひご利用ください。特典は大きく分けて4つあります。まず一つ目、語呂合わせ集。宅券試験には覚えるものと理解すべきもの。この2つがあります。 覚えるものについては、覚えるだけでいいんですけれども、覚えるのって非常に大変じゃないですか。そんな方のために語呂合わせ集があります。数字に関する内容っていうのは、覚えるだけでいい問題が非常に多いんですね。こういったものは語呂合わせを使うと非常に楽です。例えばどういったものがあるか。定期借地権の存続期間。これは3つあります。一般定期借地権。建物譲渡特約付きの定期借地権。 事業用の定期借地権これらの存続期間は意外とごちゃごちゃになりやすいですでも語呂合わせを使うと一発で頭に入れることができますまた居室についての最高規定これは建築基準法の内容なんですけれども居室っていうのはイメージとしては人が住むような部屋と考えてくださいそういった部屋には光を取り込むために窓を設置しなければならないんですねでその窓の大きさっていうのは その部屋の床面積の7分の1以上にしなければならないっていうルールがありますこの7分の1どうやって覚えるのかこれは語呂合わせとして窓を開ければ七色の虹この語呂合わせを使うと覚えやすいです部屋から窓を開けると七色の虹があるんだこの風景を想像してみてくださいそうすると窓窓を開ければの窓 これが最高規定の話だってわかりますよね。窓の面積なんだと。これは床面積の7分の1以上にしなければならないっていう7。これは7色の虹の7です。この語呂合わせ覚えやすいと思うので、ぜひ使ってみてください。この他にも、飛来設備を設置しなければならない建物はどういった建物なのか。飛来設備っていうのは雷が建物に落ちた時に、 その雷から建物を守るための設備なんですね。例えば屋上とかに建てておく飛来針とか、まあそういったものなんですけれども、これは20メートルを超える建物に設置しなければなりません。この20という数字、これは雷だ、逃げろという語呂合わせを使うと覚えやすいです。雷が来たから逃げろっていう話ですよ。イメージしやすいですよね。雷っていうのはまあ飛来設備に由来してます。 逃げろの二が、二十メーター超、二十メーターを超える建物を意味します。まあ、こんな感じで、覚えるだけでいいものっていうのは、できるだけ楽して覚えたいですよね。そういったものは、語呂合わせ使っていくと、非常に効率的です。続いて、二つ目の特典究極の宅建勉強法のテキスト。この勉強法のテキストだけでも、現在、三万八千八百円で販売しております。 これを個別指導を受講していただいた方には全員に無料でプレゼントさせていただきます。これにはどういった内容が書いてあるのか。例えば問題の進め方、問題読んで、解説読んで、わからなければテキストとか動画を見る。これを何の意識もせずに繰り返し行っている方が非常に多いんですね。これでは実力は上がりにくいです。重要なことは問題文をちゃんと理解するっていうところが一番重要です。 そのためには何を意識しなければならないのかどのように問題文を読まなければいけないのかその問題文の読み方これがこの勉強法のテキストに載っていますこれを一つ一つの問題に対して行っていけば初めて見るる問題も理解できるようになります多くの方が本試験でボンミスするじゃないですかボンミスをする原因の一つが問題文の理解を日頃の勉強で行っていないっていうことなんですね これが原因でボンミスしちゃうんです。問題文の理解をちゃんとやっていれば、ボンミスってほとんどなくなるんですね。ボンミスっていうのは軽く考えちゃうんですけれども、ボンミスだけで5点6点落とす方も意外といます。これだとどれだけ勉強しても合格点取るのは難しいです。なのでそうならないために、問題文の理解の仕方のノウハウを記載しております。この内容は非常に重要な内容なので、 個別指導を受講していただいた後に動画で解説させていただきます。あとはわからない問題に直面した時どう対処するのかとか、勉強時間の捻出方法とか、あと問題文の読み違い、うっかりミスを防ぐための方法とか、あと何度解いても解けない問題はどうすればいいのかとか、あとモチベーションが下がってきた時どうするのかとか、 まあもちろんモチベーション下がっていたとしても勉強をコンスタントに続けられることができるのであれば全然問題ありません一方でモチベーションが下がって勉強が止まってしまうっていうのが問題なんですよこれは絶対避けていただきたいんですねなのでモチベーションが下がった時にどう対処したらいいのかこういったことも記載しておりますもちろん個別指導なのでそういった内容についてもいつでもお気軽にご相談いただけますので この勉強法のテキストを見るというのも一つですけれども、直接私にご相談いただいても問題ございません。で、続いて、個別指導の特典3つ目。法改正情報。これは8月にまとめてメールでお送りさせていただきます。毎年法改正された内容から1問は取材されるので、まあ、これは最後に頭に入れていただくぐらいで問題ございません。8月から法改正の内容を勉強しても全然時間ありますので、ご安心いただければと思います。 そして最後、個別指導の特典4つ目。数字のまとめ表。問題を解く中で、2週間とか、1ヶ月とか、1年とか、あと300万円とか、もういろいろありますよね。これがテキストのいろんなところに散らばっているわけです。で、これをまとめたものが、この数字のまとめ表です。120のポイントと10の罰則。これが記載されております。 まあ罰則っていうのは3年以下の懲役または300万円以下の罰金とかまあそういった内容ですでその他地帯なくとか1週間以内にとかあと2週間とかまあそういった数字ですねそれらがまとまっております例えば宅建業法で出てくる地帯なくという言葉だけでも17個重要なものがあるんですねそれが地帯なくという部分で全てまとまっております また1週間っていうのも1週間と規定されている内容が全てまとまっているといったイメージですなので勉強してきて2週間って出てきたあれ2週間って他に何かあったっけってなった時にこの数字のまとめ表をご覧いただくと関連ポイントも全て頭に入れることができるという意味で非常に効率的ですこれらが個別指導の特典になります宅見合格するために是非この特典ご利用いただければと思います 次の卓剣試験の合格目指して一緒に勉強できたら嬉しいです。卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう